皆さんこんにちは、がん情報チャンネル外科医の佐藤です。今回は緊急入院で発見される1位のがんというお話です。がんが発見されるきっかけ、いきさつにはですね、いろいろな場合があります。例えば、検診で異常を指摘されて、病院で精密検査を受けたら、がんが発見されるというケースや、あるいはですね、急に何か症状が出て、緊急入院したらその原因ががんだったと、そういうケースもあります。このうち、できればですね、避けたいのが、緊急入院でがんが見つかるということです。緊急入院でがんがですね、見つかるということは、印象としてはですね、少なくないというふうに感じますけれども、ではですね、実際にがんの診断全体ではどのぐらいの割合なのか、またどういったがんがその緊急で診断されることが多いのかということについてはよく分かっていません。そこで今回はですね、緊急入院で発見されるがんの特徴について最新の研究結果を紹介します。今年の5月にランセットオンコロジーという雑誌に報告された論文です。タイトルはですね、緊急入院後30日以内に診断されたがんの危険因子と予後との関係、国際がんベンチマークパートナーシップにおける住民ベースの研究というものです。この研究ではですね、6つの国の14のですね、地域から8種類のがん、トータルで約ですね、85万7千人についてのデータベースを集めて、各地域におけるそのがん診断の状況や生存率などを比較すると、そういう研究です。6つの国はですね、オーストラリア、カナダ、デンマーク、ニュージーランド、ノルウェー、そして英国です。主にヨーロッパの国で、日本とですね、医療体制や健康保険の制度は違いますけれども、概ねですね、この医療のレベルとしては同等というふうに考えていいと思います。で、8つのがんはですね、食道がん、胃がん、結腸がん、直腸がん、肝臓がん、膵臓がん、そして卵巣がんです。緊急入院から30日以内にがんが診断された場合に、がんの緊急診断というふうに定義しました。つまりですね、急に症状が出たり、あるいは症状が徐々に悪化して、我慢できなくなってですね、緊急入院となって、その入院中の検査でがんが判明したというようなケースです。で、結果ですけれども、まず8つのですね、がん全体におけるこの緊急診断の割合というのは、地域によって差がありますけれども、24% から 43% ということでした。およそですね、4分の1以上の患者さんが、がんがですね、緊急入院後に判明しているということで、かなり多くのですね、患者さんがこういった緊急に診断されているということがわかります。次にですね、どんな種類のがんが、緊急に診断されることが多いのかということについてです。で、これは最も多いのがですね、膵臓がんということで、患者さんのですね、46% が緊急入院によってがんが発見されたということです。で、次に多いのが肝臓がんで 42%、 そして3番目に多いのが卵巣がんで 35% でした。というわけで、緊急入院で発見される割合が最も高いがんはですね、やはり膵臓がんということでした。症状について詳しい記載はありませんでしたけれども、おそらくですね、膵臓がんの進行による黄疸やですね、激しい腹痛や腰痛、こういったものが原因となって緊急入院が必要になったというふうに考えられます。そして緊急入院で発見されたがんの特徴についてです。まずはですね、高齢者に多いということで、緊急診断の割合は85歳以上の患者さんのグループで、最大になっていました。また緊急診断されるがんはですね、ステージがやはり高くなるにつれて増えていました。つまり、進行したがんでは多くがですね、緊急入院をきっかけに診断されていたということです。さらにですね、緊急で診断されたがんは予後、治療経過がやはり悪くなっていて、診断されてから12ヶ月以内に死亡するリスクがおよそですね、2倍にもなっていました。
以上の結果より、国際的に見ても、緊急入院がきっかけで発見されるがんというのはですね、少なからず存在すること、またがんの種類別にはですね、膵臓がんが最も多く、高齢者に多く、そしてより進行したがんで多くなるということが特徴でした。また緊急で見つかったですね、がんの予後というのは不良で、早期に死亡するリスクが2倍に高まるという結果でした。こういったですね、緊急で診断されるがんの特徴を知っておくことも重要で、がんの死亡率を減らすためにはですね、より早期に発見治療できるように何らかの対策を立てるべきであると、そういう意見もあります。はい、というわけで、緊急入院で発見されるがんの特徴というお話でした。最後まで動画のご視聴ありがとうございます。このがん情報チャンネルでは、がんについてのあらゆる情報や最新の話題について分かりやすくお伝えしていきます。皆さんの知りたいこと、取り上げてほしい話題がありましたら、コメント欄で教えてください。また、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。以上です。ご視聴ありがとうございました。がん情報チャンネルでは、がんについてのさまざまな情報をお伝えしていきます。また、ブログでもがんの情報を発信していますので、よろしければご覧になってください。チャンネル登録とツイッターフォロー、ぜひお願いいたします。